キャラでモデルをやっていて、魔界からやってきたアイドルとしても活躍をしております。椎名ヒカリンです。皆さんごきげんよう。本日は見てわかる通りですね、このシスターワンピースシスターメイクをしました。すごいジーサスクライストしてます、全身全霊でね。ここにもちゃんとっていうの書いてあって、この、ね、中、ま、今ピンで止めてるからあれなんです。見えますか、ブラジルの人たち見えました。本日はですね、限定でヒカリンのお気に入りのグッズを紹介したいと思います。本日はですね、ヒカリン様がみんなにね、ぜひとも見せびら化したいものを持ってきましたよ、グッズを。まずピカリンと言ったら漢字か、今日ね、こうシって書いてあって、シだし、シだし、漢字が好きなんですよ。とにかく特にかっこいい配置の漢字がすごく好きで、ザックバランとかガンジガラメとか、そういう漢字がすごく好きで、今日も持ってきたんですけど、バッチとか漢字シリーズのワッペンです。そして特にピカリンがね気に入ってるのは、この完全無所属シリ滅裂っていうやつと、超これロックでかっこいいなって思ってて、完全無所属でシリ滅裂なんてめっちゃ破天荒だな、元気待ってる。こちらもね、今回のシスターの服にもなんかこう合うんです。でこれだと安全ピンでね、つけるだけで一気に家にある無地のお洋服とかが一気にこう魔界っぽくというか自分だけの感じになりますので、最初からね漢字がデザインされてるお洋服は割とまだ日本には少ないと思いますので、ワッペンとかを買ってたくさんつけたりとかするだけで強くなった気がします。こういうのつけて電車乗ってるとやっぱなんか強くなった気がするんですよ。お坊さんとかにすごい見られるんですけどね、仲間意識からなのか。これもだから嫌い、これ漢字じゃないけど、あと非売品とか、これもかっこいいんですよ。これ靴下とかにつけるとめっちゃかっこいいんですよ。これはこれ超かっこいいの、本当に。こういうとこにね、つけても、キョンシーみたいでかっこよくなるし。で、これ安全ピンでつければ、いろんなやつにできるし。非常にね、これも、かっこいい、これ。なので、ぜひこれはね、みんなに、ワッペンという身近なもので、非常に、銀ぎまれるグッズがあるんだよっていうのを今日は、紹介したくて、持ってきましたよ。これも、サーチって書いてある。かっけえ。こちらもですね。これ、お気に入りスイッチを加えてた。全部殺すって書いてある。だからやっぱ殺すとか死とかそういう中二めいた闇を感じる感じが特に好きです。公然卑猥マット、これもすごいね、今日の服にもめっちゃ合う。これでなんか真顔ですごい歩きたいです。誰かのお葬式ですごい真顔で拝みたい。あとはこのなんかカッター風のアクセサリーが非常に中二めいてて最近可愛いなって思いました。ヒカリンはいろんなところでライブをしたりしていますので、ぜひぜひ魔界に一度、人間界辛いなって日々生きにくいなって思ってる方はぜひ足を運びに来ていただきたいなって思います。そのためには魔界の館というね、魔界の公式ホームページがありますので、ぜひぜひそちらの方をチェックしていただきたいです。クライシス。そしてですね、ヒカリンの Twitter や LINE、 そして闇の大人の LINE なども見てください。ヒカリンが今ですね、キングリーマスクっていうブランドとコラボしたこの魔界のね、魔界デザインになってるスマホケース、あと T シャツとかもあるんですけど、非常に限定、いつかはなくなる、いつかはなくなるのではい、ぜひたくさんの方にね入手していただければなって思います。デュエルしようぜ。そしてそして可愛いパティーンの動画は他にもたくさん今までヒカリンがやってきたものや、すごい他にもめちゃめちゃやばいやつがたくさんありますので、ぜひぜひ皆さん動画たくさん見てください。それではまた来週会いましょう。またね、明日ね。